UEFA 欧州女子選手権2009 UEFA 欧州女子選手権2009は2009年8月23日から9月10日にかけてフィンランドで開催された第10回目の UEFA 欧州女子選手権である。決勝でドイツがイングランドを破って優勝した。今大会から本大会の出場国が12カ国となった。グループ A オランダ V ウクライナフィンランド V デンマーク、ウクライナ V デンマークオランダ V フィンランドフィンランド V。ウクライナデンマーク V オランダグループ B ドイツ V ノルウェーアイスランド V フランスフランス V ドイツアイスランド V ノルウェードイツ V アイスランドノルウェー V フランスグループ C イタリア V イングランドスウェーデン V ロシアイタリア V スウェーデンイングランド V ロシアロシア V イタリアスウェーデン V イングランド各組3位チーム準々決勝フィンランド V イングランドオランダ V フランスドイツ V イタリアスウェーデン V ノルウェー準決勝イングランド V オランダドイツ V ノルウェー、決勝イングランド V ドイツ。ありがとうございます。